いや吉田さんさすがですね私と同じようなことを考えておりますあのそしてそのメルマガの35万のセールスをするときに同じようなことを私言ったんですよあの35万の商品を売るのがちょっと後ろめたいとかね本当にこんなん売って大丈夫ですかみたいなことをその方が言われてたんでいや何々さんはその方ねお給料毎月いくらぐらいもらってますって,ってだいたいそうですね30万ちょっとぐらいですかねとか言ってたんですよ でしょってトントンですよ」その三十数万の給料もらうのに「何々さんはあなたは罪悪感ないんですか?」って言ったら「いやいや罪悪感どころもっと欲しいと思ってるんですけど自分の働きだったら」みたいねなねんなこと言ってるんですよ自分の働きだったらもっと欲しいと思ってるその35万ねじゃあ35万をいただく時にそのぐらい働いたらいいんじゃないですかって申し上げたんですよね そしたらその方はねいや35万って言っても毎日123時間働いての35万ですからねそうだから35万もらおうと思ったらその一人の人に商品を売ったという裏側で24時間とは言わない123時間働けばいいじゃないですかその人のために何ができるのか考えればいいじゃないですかそしたら35万って高いですかね 逆にそのぐらいもらわないと合わないんじゃないですかって申し上げたんですよだからその方はね三十五万もらって何もしないっていうふうに思ってたんじゃないかなって私言ったんですけどもそこまでは思ってないけどもまあでもね売ってどのぐらい働けばいいのかなと思ってたんですよってことだったんですよそれは買った人のオーダーによりますよと買った人がこのぐらいあの 働いてくれ働いてくれって言わないけどもいろんな解決したい問題を相談するでしょ相談してくるでしょそれをしっかり答えてあげればいいんですよ多分その購入者さんも毎日のように10も20も課題は持ってこないいと思いますよせいぜい最初の1週間なり2週間でほとんどの問題解決するんじゃないですかまあでも解決してあげれないんだったらその金額は高いっていうふうに 感じじさせるんじゃないですかねだからあとは売った後お金頂い,いた後とどこまでするかですよそしてどこまでするかによって35万ね35万売った後に20万ぐらいしか働かないんだったら金返せって話になりますよでも逆にですね35万頂い,いて50万円分働いたら「うわ安かった次はないの?」っていうふうにリピーターになりますよっていうお話をしてその後はどうだったでしょうかって話ですよね。 まさにね商品を売るっていうのは次の商品のセールスのための伏線になるんですよだからしっかり売ってしっかりサポートすると延々とリピートするんですよねだから年単位の付きき合いいがででるととうことなんですよで徐々に徐々に年単位の付き合いができるリピーターさんが増えていけばどん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 楽になるでしょとしかもデジタルコンテンツのいいところは使い回しができますから 同じような問題解決にはじゃあ以前のコンテンツですけどもこちらの方をどうぞでもいいわけですよ。もちろん取り下ろしでもいいですけどね新規で作ってもいいんですけどね。ということでやればやるほど蓄積がフィーになっていくっていうのがお分かりいただけちゃうかということでその方にはお話しして今に至るんですけどもね。いってらっしゃい。